はい、おはようございます。入ってるね。はい、今日は1月29日です。月曜日、多分この配信は2月になってからの配信になると思います。はい、今日も、半襟がずっと同じじゃんっていう感じなんですけど、実は違うんですよ。モタハンさんからもうすぐ販売になります。糸里さんとワンオンさんの共同制作になります。可愛いを作る会の半襟なんですけど、ちょっとね、販売の色とは違うんですけれども、販売の刺繍の形が決まりましたので、お見せします。こっちがサンプルで作った時の柄なんですけれども、柄は変わらないんですけど、ちょっと狭まった配置が、この2匹のつる同士の隙間が短くなって、まあここにも2匹いるんですけどね、ここ間ギュッてなって、色が白が外側に行って、ピンクとよもぎ色の折り鶴が真ん中に来ました。で、周りがこう、ちょっと色のついた、コンペイトー的な、ここが緑だったのが紫に、ピンクに変わって、これは何色って言ったらいいんだろう。薄いピンクかな？で、下に緑、紫。あとね、ちょっと見えにくいんですけど、ここにキラキララメもついてます。はい、まあ、首に当たらない位置なので、痒くはないと思います。つけ方で当たらないようにつければ問題ないかなと思います。はい、で、まあ、色はもうちょっと淡い色です。もうね、何度も何度もだったので、ちょっとサンプルの生地でもう販売の色がなくて、販売じゃない方の色で私の方のが届いたので、早速着たいと思います。これだと多分全部のつるが私の襟の出し方だと出るのではないかなと思うんですけど、昨日届いて、土曜日届いて、金曜日届いたんだっけ、忘れちゃった、何だったっけな、なんかやってる時に届いたんだよな、あーなんか届いてるわーっつーって、うん、そんで他のものもいろいろ届いてて、なんかもうバタバタしてたんだよね。何もないはずなのにいつもバタバタしてるのは容量が悪くなってる証ですな。はい、どうかな。あ、ちょっと今ね、喉が昨日ちょっと腫れてるなと思ってたら、すぐ扁桃腺腫れるんですけど、でもね、めんどくさいじゃないですか、まだね、ちょっとでも熱出ると。なので早めに風邪薬を飲んだんですけど、あんまり風邪薬が体に弱いやつでも合わなくて、ちょっとぼーっとしてますけど元気です。ちょっと息切れしてますけど元気です。はい、こんな感じです。ここが白、これニキビの跡、白吹き出物か、桃色、ひし餅の、よもぎ色と白っていう感じです。で、ここにプチ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 、ちょっとキラ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 、こういう刺繍です。はい、で、着物は富士工房さんでお仕立てしていただいたくるめがすりにしようと思います。演習着ようかなと思ったんだけど、やっぱちょっと肩が寒く感じるので、まだ今日もくるめがすりにした。うん、
合わせを連チャンで切るのがちょっと疲れちゃうんで、私はあんまり連チャンでは着たくなくて、合わせも合わせの良さがあるんですけどね。ずっと着るんだったら木綿の方がいいですね。ずっと着てそこにチーンと座っとるとかっていうんやったら木綿が一番いい気がする。うん。今日はなんかすごい起きてすぐから お夕飯の用意をしたくて、先に夜ご飯の準備をしちゃったんですよね。なんか日差しがね、今日すごく強くて、久しぶりにね、ほかほかなのよ。で、うちはウッドデッキ側がすごい南、ずっとお日様が見えるから上がってる間中ほかほかしてて、網戸にしてはっくん気持ちよさそうに日向ぼっこ朝してて、なんかいい朝でしたね。テント様が優しい日差しの時期が気持ちいいですよね。厳しい日差しになってくるともうカニーって感じになるけど、あの冬のちょっと強い日差しは本当に気持ちいいなと思いますね。雪も溶けるしいいですよね。うん。もうこっちは積もってないですけどね。あの脇の方に残ってる除雪車が残していた雪もすっかり溶けるぐらい綺麗に溶けましたね。結構ひどい大雪になるのかなと思ってたんだけど大丈夫だった、うん、なんかマネージャーが工場がすごくね開口口が広いからちょっとの雪でも雪すかしが大変なんですよ。であまりに大変だからって言って悩みに悩んで、あの除雪機を買ったんですよね。なんか不思議な除雪機を買ったの。それがすごく良かったって言って喜んでたんだけど、結構押しながら進まなきゃいけないタイプみたいで、無理やり押したのかね、肋骨が痛い痛いって言ってて、なんかここが痛いここが痛いって言ってこうやってやったやったかもみたいな話してて、まあ、あんまりね長く痛いんだったら怖いから病院行った方がいいんじゃないのって話したんだけど、多分それだろうなと思うんですよね。夢中になってやってたって言ってたから、うん、うん、あここまで見えるね、ちゃんと、ふんふんふん、白いのも見えるし全部見えますね。はい、ちょうど多分もうちょっと普通ここら辺ぐらいまでしか出ないかな。だからあんまり出さない人も綺麗に見える、いいんじゃないかな。これね、地色が濃いからちょっと小さな刺繍が見えづらいんですけど、販売するやつはもうちょっと薄い地色なのでもうちょっと見えやすいかなと思います。はい、で、帯がモタハンさんの帯にしとくよ、帯締めもね、はいしとくよ、うん。
ああ、やっと世の中に出せるね、この子。よかったね。今回テーマがピンク色だったんですけどね、違う色も良いので出ることになったんです。なので本当にいろんな顔、あの肌色の方が合うと思うんで、楽しみにされたらいいんじゃないかなと思いますね。刺繍のない部分も可愛く仕上がってるので、大満足、いい感じやと思う。本当にいい画にできとるべ。完全に金沢弁やね。いいがにできとるべ、ほんと。まんでいいがにできとるし。時間かかって大変やって、皆さん大変な思いされたけど、いいがになったと思うし、可愛がってもらえたらいいね。ほんとね。ね、みんなのね、襟元をキラキラの素敵なネックレスのように輝かせてもらえるといいね。長襦袢につけた状態でネットに長襦袢を洗濯機に入れて、そのね、つけた襟つけた状態で洗っても全然大丈夫やし、もう一回洗って水通しして縮めて伸ばしてない状態で刺繍しているから、届いてすぐに洗わずにそのまんま、つけれるから、そのままつけてください。届いたらそれで洗濯して形変わるってことないんで、ただすごく生地が柔らかくって、手でつける時もちょっと曲げる時にブニョンって伸びやすいので、なるべく伸ばさないようにつけて、ふわっとつけてください。洗うとふわふわした部分も落ち着くので、潰れて、糸里さんの襟を買われてる方はまあ容量つかんでると思うんですけど、あんまりね細かいシワとかにもならないし、ふわっとつければいいやつなんで、あと洗ってるうちにその折り目のところで、癖がつくので全然違和感なく使えると思うんで、洗わんでいいからね、届いてすぐにそのまんまつけてください。はい、色落ちとかの心配もないし、普通に洗濯機で長襦袢とつけたまま一緒に洗えますので。ちなみに私は糸はミシン用の糸なんですけど、絹糸でつけてます。半襟のはすごい私ザクザクザクっとしか縫わなくて、襟のこの襟ぐりの周りだけ少し細かくしてるぐらいで、そんぐらいの糸の感じで全体を縮ませれるような力はないので、絹糸だろうが織りの糸だろうがあんま関係ないんですよね。結構敏感な人いらっしゃるんですけど、そんなねか弱い糸一本でこの襟を縮ませれるようなパワーはないんですよね。少し釣れる可能性はあるけど、
洗ってるうちにそれももうなくなってしまうので、糸一本の強さとこの生地の強さとったら生地の強さの方が勝つので、あんまり気にしなくていいんですけれども、絹糸を使ってる理由は滑りがいいからなんですよ。でミシン用の絹糸だったら一般巻きがあって、で細いし、で和裁用の細い針の穴にも入れやすいので、なるべく細い糸を細い針で縫った方が縫いやすいんですよね、滑りやすくて。なのでそんな風にしてます。だから本当に白糸と黒糸だけ買ってて、襟用に、なので暗い色は黒糸使うし、明るい色は白糸使うし、糸はその2色しか持ってなくて、襟用には、そんな風にしてます。手ぬぐいも何でもかんでも全部その糸で縫ってます。はい、こんな感じです。どうだ、あ、綺麗に出たね。いい感じやね。かわいいね。いい感じに出ましたね。はい、ここに最後に白がいらっしゃいます。はい、いいんじゃないかなと思いますよ。ここも最後で出たね。よかった、マキエさんつけてよかったね。正解だったね。最後にちょんちょんって出ましたね。はい、全体的にキュッと絞めたから出たんだろうね。前はほんとここに鶴が、最後の鶴が見え隠れ、全然見えない時もあったしっていう感じだったけど、いい感じになりました。これで多分いろんな襟の出し方の方いらっしゃると思いますけど、ちゃんと4つの襟鶴出ると思いますので、絵文をすっごい抜く方やったら、一番上のこの白い子が襟のここに上に隠れる可能性はありますけど、このポイントのな色はちゃんと出てくると思います。はい、3個目の鶴、全部で4個であるんですけれども、こんな感じです。はい、販売の色はもうちょっと薄い、ちょっと紫の入った薄いピンクです。ピンクの方はね、あとは薄いグリーンと薄いベージュ、なんかブラウンベージュみたいな感じの襟が出ますので、こうご期待でございます。はい、で着物は藤工房さんに作ってもらった矢羽根の、はい、くるめがすりですね。で長襦袢は元藩さんの網代襦袢のオレンジ色です。はい、で帯が元藩さんの帯、手ぬぐい帯の十二支の帯ですね。はい、こんな感じです。で帯締めはぶどう色でございます。ひびひぼになっております。いいですね、ベージュだと何でも合わせやすくって。で足袋がまあちょっと青系入れたかったので、こちらの足袋にしました。映った、はい、恵比寿足袋さんの中がネルになってるオーダー、旅揺れてる、はい、で、今日ちょっと髪の毛高く結んでます。肩こるなというか、多分これ風邪薬のせいでめまい軽く起こしててはい、こんな感じです。でかんざしがいただいた椿のかんざしです今日はこんな感じで過ごしたいと思います。喉が渇いた。はい。そうなんです。ちょっとね、お店で呼び込みとかすると、喉が痛んでしまうんですよね。ちょっと呼び込みを頑張りすぎたかなという感じで、はい、おります。はい。まあ、大したことないんですけど、ちょっと薬に弱いもので、クラクラクラっとしてます。今日おとなしくしてます。はい。まあこの色でもすごい綺麗ですよね、普通にね。近寄ると刺繍があってすごく高級感もあるんですけれども、庶民の味方の感じの
なんて言ったらいいの、あの扱いやすい刺繍になってます。はい、いつ販売になるのかなちょっとわかんないんですけど、またモタハンさんの、ホームページからメールマガジンを登録されるとメルマガで、販売開始が知らされると思いますので、私も急に販売開始知ったりするんでね、メルマガでわかんないんですよ、あの方急に販売スタートするんでよくわかんないんですけれども、あ、するんやみたいな感じ提携されてないっていう情報が別にいいんですよ、それで、どこで知ろうか、あ、そうなんだっちゅうもんでね、はい、あのなのでまあ、登録してると分かりやすいかなと思います。はい、うん、あ、よかったよかった、いいがになったわ本当に、うーん、もう本当ねご苦労様やったねあ、よかったあーって、あー、よかったねって感じですわ本当に。はい、海の南山の子でしたね、この子は本当にね、うん、丸を作るっていうテーマがこんなに苦戦するとは思ってなくて、やはりあの私はあのパン屋なので、やっぱり素人から見ての提案だったから大変だったんだろうなと思うんですけど、でもなんて言ったらいいのかな、その、素人だからこそあの足し引きせずにいいものはいいって言えるっていう強さもありますよね、うん、なんかあの作り方を知ってるからこそこれは大変すぎるから避けようっていうあの回避能力がついてたりすると、まあ私とかもカバン作るときそうなんですけど、このデザインにしたらちょっとここが作りづらそうだからこの形は避けようとか、まあ洋裁学校行ってる時もそうでしたね、課題を出された時に、あ、このドレスはここがちょっと作りづらそうだからこのドレスの形はちょっと避けたいなとか、こっちのラインにしようかなとか、生地をいっぱい使うとお金かかるからやっぱスリムな感じのにしようかなとか、いつの間にか自分の中で制限を作ってあの課題を作るっていうことが癖になっていたんですけれども、まあ、そういう感じなのかなと思いますね、うん、でもあのそういう計算ができない、単純にあこういうのがあったらいいなと思うあの思いっていうのもあの大事なんだろうなと思いますね、うん、なんかなんだろう、パン屋もそうなんですけど、あの若い子たちが考えるパンっていうのは面白かったりしますし、はい、なんかそう思いますね、はい、だから本当にでも出来上がったんで、このあのマリ柄はすごく大事にされたらいいんじゃないかなと思いますし、折り鶴のこの模様もすごく可愛い模様なので、あのね、なんか他のに使えてもいいと思うし、また違う色でやってもいいと思うし、うん、色を変えてとかもいいと思うし、うん、なんかあのちょっとバリエーションを作っていってもいいシリーズなんではないのかなと思います。あのレースの着物の時のように、うん、そう思いますね、うん、あの最初は折り鶴4個同じ色になる予定だったんですけれども、まああのひな祭りっていうのがテーマなので、ひしのあのお団子、ひし餅なんかあるじゃないですか、こういう形のひし形のあの3色のお団子のイメージにしようってなって、配色は逆なんですけれども、そんな風になったんですけれども、うん、でもなんか違う色で全部同じっていうのもいいかもね、うん、後にね、鶴は本当に可愛い柄だと思うので、うん、前でも本当にこの鶴どんな柄どんな形の鶴にするっていう、これ全部形違うんですよ、これね、この鶴と
このツルとこのツルとこの全部ね向きが違うツルなんですけど、どんなツルにするってなった時に体育座りしてるツルの写真が出てきてこれはダメですよってモタハンさんが貼り付けたのがめっちゃウケて、なんか最初足のあるツルっていうのがあって、それはすごいこうやってね足がツルがこうやって動くのねって動くツルがあるんだけど、それもすごいなと思ったんだけど、こうやって体育座りしてるツルがもう哀愁が半端なくってめっちゃ面白いんですよ。体育座りのツルはね多分検索したら出てくると思うんですけど、折り鶴でめっちゃ哀愁ありますいつかそれを刺繍に行って家紋の位置につけたら面白いかもしれないですね。哀愁しかないよね背中にモタハンさんにぜひやっていただきたいところですけれどもね、面白かったね、そんな話からのツルちゃんとしたツルです、可愛いツルです、はい。ぜひこうダンスする足があってこうやったらダンスするツルとかね、いろいろ折り鶴でもいろいろあるのでね、こうやってちょっと検索で見てみたら面白いと思います。これは真面目な方ですそこは遊びませんので、ね、ぜひ、見てみて遊んでみてください。楽しかったですよ。折れないかなと思ったんだけどやっぱり難しいですよね。ツルは簡単に折れるんだけど、ツルに足をつけて折るやり方はちょっと本当に難しくって、ちょっと私には折れない、これは姉ちゃんにお願いしないと私は無理だと私の姉ちゃんがすごい折り紙が上手で、私の中では折り紙博士は姉ちゃんなんですよ。何でも折れるんですよ。説明書を見て解読する力がめちゃめちゃある方なので、なのでなんかうちの子がちっちゃい時にクワガタとかも折り紙で作ってくれる人だったんですよね。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。手がなんていうのかな、手が器用なんだと思うんだけど器用なんだけど、でも私らの中では姉ちゃんは不器用って言われてて、折り紙はすごい器用、折り紙とプラモデルのそういう説明書のあるものを作るのはめちゃめちゃプロ、上手なプロなだけど、なんかこう編み物とか縫い物とか説明書通りにいかない、こう遊びのある部分ってあるじゃないですか。ちょっと布が伸びたりとか縮んだりとか、そういうのがダメな人で苦手で、そこを解決するのが、で私と母ちゃんがそっちが得意だから、だからなんかこう姉ちゃんに、私はそんなに不器用じゃないのに母ちゃんと清美の間にいるから不器用だって思われるけど、そこまで不器用じゃないっていうのを言われたことがあってでもそれは随分経ってからなんかマネージャーか息子翔丸にも言われたことがある。なんか私が器用すぎて不器用に見えるけど、一般的にそこまで自分は不器用じゃないよって翔丸かな、なんか言われたことがありますね。そういうのをふと思い出した。折り紙はすごいんですよ、うちの姉ちゃんは天才なんですよ。私は折り紙博士になるのかな姉ちゃんはって思ってたぐらい、私がわからない折り方は姉ちゃんが本当に魔法のように折ってくれて、うわーすごい姉ちゃんってよくちっちゃい頃言ってました。折り紙好きで本見てやってるんだけど、ページを重ねれば重ねるほど難しくなるじゃないですか。そうするとわからないのが出てきて、折り方のマークとかもどんどん増えてきて、ちょっと私にはわけがわからないってなって、
なった時に、ね、姉ちゃんって言って言ったら姉ちゃんが折ってくれて、私は特に箱が好きだったんですよね、折り紙で作る。だ姉ちゃんがいっぱいこう、あの、なんていうの、箱の中に箱があるみたいなの作ってくれたり、いろいろ作ってくれて、めちゃめちゃ楽しかったのを覚えてますね。なんで、そうですね、姉ちゃんが折ってくれたらいいな、体育図、あの体育座りの鶴。そう思います。はい、私には無理です。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。ふと思い出した姉ちゃんとの楽しい折り紙遊びを。はい、今日はいい午前中だったね。もう今午後になっちゃってるんですけどね、あの朝ごはんとか、あの朝から夜ごはんの準備したり他のことしてたんでね、朝目いっぱいはっくんは動き回って泣きまくって、いいうんちもして寝てます。はい、いい日だねはっくんね。うん、日向ぼっこもいっぱいしたしね、よかったね。うん、いい日だね。おやすみはっくん。はい、おやすみなさい。おお、かわいい。あ、背伸びしてるだけなのに、なんでこんなにかわいいの。おお、かわいいですね。はい。ひしひ。えいん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 。はい、かわいいでしょね。はい、かわいいでしょね。ということで、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。また、あの、襟については、もたはんさんからのご連絡をお待ちくださいませ。それでは、良い一日を。はい、いいですか。はい、じゃあ写真の方から撮ります。3、2、1、はい、チーズ。はい、